ヤン・ヨングブルート、ヤン・ヨングブルート、ヤン・ジョン・ブロド、1940年11月25日隊は、オランダ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。足元の正確な技術に加え、ペナルティエリアから積極的に飛び出し、フィールドプレイヤーとしての役割を担ったことから、スイーパーキーパー、1950年代のグロシチジラの、 系譜に連なるキーパーと称された。ヨングブルートは1959年に入団し、選手としてのキャリアをスタートさせた。当初は、第三キーパーという立場だったが、正キーパーと、第二キーパーが負傷したことで、出場機会をつかみ、同年10月25日に行われた、ビレム・イ・センでデビューをした。リヌス・イスラエルらと共に1963-64。 シーズンのエールディビジ優勝、1964から65シーズンの UEFA チャンピオンズカップ準々決勝進出に密にした。1972年に DWS が他の2クラブと合併しとして再編されたことに伴い、同クラブに移籍すると1974から75シーズンの UEFA カップ準々決勝進出に貢献した。 1977年にローダ・ JC へ移籍したが首のヘルニアの悪化により40歳で引退した。HFC ・ハールレムでアシスタントコーチを務めた後、1982年にゴーアヘッド・イーグルスで現役復帰を果たした。1985年9月8日にトレーニング中に心臓発作に見舞われたことを契機に44歳で現役を引退した。 1962年にオランダ代表の招集を受け、同年9月26日にコッペンハーゲンで行われたデンマークとの親善試合に、ベンチ入りをすると84分にとの交代でピッチに立ち、代表デビューを果たした。その後、1960年代後半に入ると、オランダ国内では PSV アイントホーフェン所属のヤンファンベフェレンが最高のキーパーとの評価を受け、 生キーパーの座を確固と敷いたこともあり、出場機会を得ることはなかった。34歳とベテランの域に達していたヨングブルートは、西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップの直前に、再び代表に招集されたが、生キーパーのファンベフェレンや、第二キーパーのに次ぐ3キーパーとしての招集であった。一方、負傷を抱えていたファンベフェレンの回復の目途が、 立たなかったことや、スフライフェルスでは、戦術上の役割をこなすのは、難しいと考えていた、監督のリスミケルスのお目にかなったことや、ヨハン・クライフの推薦もアリセイキーパーの座を掴んだ。1974年5月26日に、行われたアルゼンチンとの親善試合において12年ぶりに、試合出場を果たすと、本大会では、全7試合に出場し、 グループリーグのブルガリア戦1失点、決勝の西ドイツ戦2失点の合計3失点に抑えるなどして、同国の準優勝に貢献した。この時のオランダ代表は攻撃的なサッカーを志向し、相手陣内で積極的にボール保持者にプレッシングをかけ、相互のポジションチェンジを多用することでも知られたが、ヨングブルートはペナルティエリアを積極的に飛び出して、 カバーリングの役割を担うことで、リベロを務めるアリー・ハーンの守備的負担を軽減させた。1978年にアルゼンチンで開催された1978フィファワールドカップでも、正ゴールキーパーとして参加したが、1次リーグ第3戦のスコットランド戦において3失点を喫したことから、監督のエールンストッペルによって、スタメンから除外された。その後、ヨングブルーとの代わりに、 正ゴールキーパーとなったスフライフェルスが2次リーグのイタリア戦で負傷すると再び出場機会を獲得。決勝のアルゼンチン戦では正ゴールキーパーを務めに大会連続の準優勝に貢献した。ヨングブルートはこの大会を最後にオランダ代表から退いたが16年間のキャリアで国際 A マッチ24試合上17失点という記録を残した。 このうちデビュー戦となった、デンマーク戦では3失点を喫していたラハルデと交代、通算23試合目のイタリア戦では1失点を喫していたスフライフェルスとの交代で試合に出場している。引退後は、フィテッセのアシスタントコーチを務め、1999年10月から2000年1月1日までトップチームの暫定監督を務めた。ヨングブルーは、 至近距離からのシュートへの反応と足元のボールテクニックに引い出たキーパーであり、各クラブでキャプテンを務めていた。オランダ代表としてワールドカップに出場した際には背番号8を着用した。本来フィールドプレイヤーの番号である8番をキーパーが付けることは珍しいことだが、これは1970年代のオランダ代表では背番号選手名のアルファベット順に登録していたためである。 その一方で、タバコ屋の経営を本業とするセミプロ選手であり、オランダサッカー協会発行のチーム、紹介パンフレットには、職業タバコ小売業と記載されていた。また、私生活では大の釣り好きとして知られ、練習の合間を見ては、頻繁に釣りに出かけていた。息子のエリックも元サッカー選手であり、父の古のでゴールキーパーを務めていたが、 1984年9月23日に行われた試合の最中に落雷事故に遭い、21歳で亡くなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。